えー、こんにちは黒田和義です今日もご視聴ありがとうございます今日は元バーテンダーだった、えー、黒田のお酒教室ということでですね、えー、僕はあのバンドマンとバーテンダーやってまして女性が付き合ったてはいけない 3b の2巻でございます、えー、もう一つは美容師ですねまああのー、平均収入は低い割には女性との接点が多いということで ま 3B のうちの2つ、その1つをまあちょっと活用して、大人のたしなみ講座。まあ今からね、忘年会も多くなりますから、お酒の基礎知識ぐらいしててもいいんじゃないかということで、えー、やっていきたいと思います。お酒にはまあ、大きく分けて3つなんですけど、まあ、2つがベースになります。醸造酒と醸流酒というやつです。醸造酒っていうのはワイン、日本酒、ビールということで、どういうことかというと、まああの、 ワインはブドウからできているというのはよくご存知かと思いますがブドウを潰してで発酵させてお酒を作る日本酒は、えーまあ、こう米を蒸してでそれから、まあ、あの発酵させるビールというのは麦を発酵させるということでねで発酵させて作るだいたい10度から14度,14度前後が多いんですねで、まあ、ビールとかは10度以下 8度度とかそそういいったもののですけど、まあ、それぐらいの、えー、度数になります。なので比較的まあ薄い方ですね。で蒸留酒って何かっていうとまあこう樽でこでさっきみたいにこう寝かせてこう醸造したのに対してそのできたお酒をブランデっていうのはこれはあのワインを元にしてですねワインを煮沸するわけですよ。 要は沸騰させて、沸点が違うんですね、えー、水は100度で、えー、沸騰してこう要は水蒸気になっていくんですけどアルコールというのは78度からもう蒸発し始めるんですねだから早めに先にアルコールだけこう蒸発したやつを、まあ、あの冷やしてそうするともう一回滴下するので,で、まあ、液体に戻してそうすると度数の高いアルコールを作れるで不純物を取り除けるので、なので 上流酒の方が悪用意しないいって言いますねまあでもたくさん飲んだら悪用意しますけどワイン日本酒ビー,ビールっていうのがワインを元にブランデーを作って日本酒を元に、まあ、焼酎を作って、えー、ビールを元ビールじゃないですけど麦の、えー、お酒を元にウイスキーを作っていくというかそういったものを蒸留酒と言います。で根性酒っていうのはその醸造集計こういう醸造したものにこうハーブとかそういったこう 色ととかか匂いをつけたりとかして作るもの蒸留、えー、酒系っていうのは、まあ、リキュールとかそうなんですが、まあ、梅酒なんかご存知かと思いますけど梅を焼酎に漬けとくじゃないですかなので蒸留酒系のリキュールになるわけですね。酒っていうことになるわけですで僕はあのバーテンダー歴は7年ぐらいあるんですけど、えー、まあ普通の普通のバーで。 普通の本当のこうバーでこうシェイカーを振ったりしてたんですけどアメリカンバーにも1年ぐらいいたんですねだからこうフレア系のちょっと投げたりとかしてこうやって入れたりとかねこうなんかポンってこう2人でやっててこう瓶を投げ合ったりとかねそういうのもやってましたなのでねそこでは「四大スピリッツ」って言って「えー、ジン・ウォッカラム・テキラ」聞いたことがあるかなと思いますが。 こういういジンオかラムテキラっていうのがもう並んでてでウイスキーとブランデーが必ずベースのお酒が並んでたんですねでこの6つはもう基本のお酒になるからって教えてもらいましたウイスキーとかブランデーっていうのはももちろんベースになるんですけどこの4つっていうのがまあカクテルを作る上ではベースになっていくんですがこれ実際ねその単体で飲むのも美味しいんですよで そういういうカクテルのベースにするのはまあんまあ高いものではなくて高いものってどちらかというと結構癖があるのでなので安物のまあそこそこのやつをやっぱりボンボンって並べてあるんですがえカクテルじゃなくても単体でも美味しいのでその辺のおすすめをまあ基本形をお話ししていきますね。ジジンは、ュニパーーベリーっていう、の、 み,みたいなやつがあるんですけどそれを使って精製するとそのジン独特の匂いが感じが味が出るんですけどそれさえ使っていれば現代料何ででも構わないんですねだからいろんなものがこう混ぜられてたりとかあの海藻が混ぜられてたりとかフレーバーつけてあったりとかりんごで作ってあったりとか、まあ、いろんなものがあったりするんですね。なんででその中でも タンカレーっていうのはもう昔から定番の人なんですけどこの僕結構癖があのなくて好きなんですけどねでいいお店だとこのタンカレーをこう冷凍庫に入れてあるんですよでもう冷えてトロトロになってるやつを飲むんですけどこれはねショットで飲んだりショットっていうのはそのままそのままでショットグラスっていうのに入れて飲むんですけどそれかあのロックグラスに入れてもらってまああの。 ロックでしかもライムを絞ってジンライムにして飲むっていうのが結構いいかなと思います。ウォッカっていうのはまあこれはロシアのお酒なんですけど、えー、このロシウォッカもいろいろあってまあ有名なのはスミノフが有名だと思うんですけど、えー、ウォッカは一番すごいのがスピリタスっていうのがあってそれはもうあの96度なんですね。昔98度だったんですけどあの非常にこの 飲んんでで死んじゃう人が多かったみたみいでなので96度にして今売ってます2%は何なんだって感じですけどそれは昔本当に一気飲みしてですねもうみんな潰すっていうかあのちょっとね女性を酔わせたい時とかにこのスピリタスを使ったカクテルを作ってもらってですねまあみたいなことをね昔よくしましたね。でまあまあウォッカこの中でもズブロッカっていうのはこのここにねこう。 こう草が一本入ってるんですけどズブロッカソっって言ってバイソンが食べる草なんですねこれはもともと味が付いてヨモギみたいな風味が付いててそのお酒自体がこれもねトロトロにあの冷やしてあったやつをこれはもう本当にショットで飲んだりとかまあドあッグぐらいにして飲むといいかななんかもともと味付いてるの、まあ、いいですねこれは置いてある店であるのでそうすると通だなと思われます。 ラムはもうこれ有名な大体もうねバッグの宿のとこに絶対に置いてあるラムですけどマイヤーズラムっていうねラムはね砂糖きびからできるんですよなので、えー、まああのー、ちょっと風味が癖があるというかでその中でもマイヤーズは特にね、あのー、ちょっとなんか特殊な匂いがするんで僕は大好きなんですけど、まあ、これでロックで飲んだり、まあ、ライムを絞ったりとか、えー、ラムコークにすごく合うラムなんですねだから僕はこのマイヤーズコークって大好きで。 だからそのラムコークでもマイヤーズしてする人って多いんですよ。なんでマイヤーズで例えばその普通にラムコークにしちゃうっていうかコーラガーって入れるんじゃなくてノ、まあ、あックグラスにライムちょっと絞って少しだけコーラで薄めるとかすぐいくきつければねすると美味しいですね。でテキーラっていうのはえ湯絶庵っていうこう、まあ、サボテンみたいな。 アロエみたいなやつからできるんですけどこれだからメキシコのお酒なんですね。でクエルボっていうのがこれ有名です。もうクラブでもねみんなこのクエルボが置いてあって女の子がこれ上に来るんですけどみんなこれでショットグラスで息してますよね。これあのショットで飲むのはもちろんそうですけどニコラシカっていって普通にこうグラスがあってショットグラスの上に、えー、クエルボとか入れてでその上にねこう,こうレモンのスライスをのせてその上に砂糖を積むんですよ。 でこれがカクテルでこのレモンをこう挟んでカプッと食べてでこれを一気飲みして口の中で混ぜるというそういう、えー、特殊なカクテルでございます。なのでねもうほとんどただショット飲みしてるだけなんだけどまあちょっと面白いかなというだからニコラシカでみんなでちょっとなんかゲームやろうぜみたいなのを昔よくやりましたがこんな感じでございます。なののでねこのジンラテキラを まずは、原酒はね40度ぐらいあるんでものすごくきついんですけどまあちびちび飲みながらお水とかと一緒に飲みながらこういうのをねこうきついお酒ウイスキーとか飲む人とかはチェイサーっていって水を一緒に置くんですねチチェェーサーってチェイスだからこう追うう人っていうことなんですね。だから最初の普通飲んだら次を追ってくるのが水なんですけどジャズの名曲でストレートのチェイサーっていう曲があるんですね。 お酒をストレートで飲んでチェイサーいらないよっていう意味なんですけどそれあのかっこいい飲み方というかそういう曲名がありますセレニアス・モンクっていう人の曲なんですけどまあというわけでジャズはやっぱりお酒は外せないということでお酒の基礎知識ぐらい皆さん知っておきましょうということで元バンテンナ・ナクロノのお酒教室でございました、えー、カクテルもね基礎編があってやっぱ基礎を覚えておくとそれに変形していくだけなんでその。 どういったお酒がいいって言った時になんか雰囲気つかんであの相手に出してあげたいとかこういうのおすすめだよって言ってできたらちょっとこの人大人だなと思われるじゃないですかなので是非お酒も勉強してみてくださいなのでまずはそのスピリッツと言われるそのカクテルのベースになるお酒をまず原酒でちょっとトライして飲んでみて味を覚えてみてくださいそうするとこのお酒に何かを混ぜるとこんな感じになるっていうのがだん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 こう身についてくるので。 まず、原酒を楽しんでみましょう。ジンオッカ、ラム、テキーラの、えー、おすすめと、えー、もともとのお酒の種類の、えー、大まかな、えー、分類を、今日はお伝えしました、えー。お役に立てれば幸いです。ありがとうございます。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとか、ためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると中に入れてメールマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。